たら嫌くない？分からんけど嫌くねえか。こんばんは。お見送り可能になったのね。テンション上がってます。何億年ぶり、何億年ぶりの何お見送りなんじゃろう。すごい嬉しい。香川、次香川だったっけ。香川からお見送りかなになりました。イエーイ。ご中担当完了ありがとうございます。香川からか。なんかあれだね、公演でそうアピール、公演中もアピールしてもろて、そのお見送りでもアピールいっぱいしてもろてって感じですね。こんばんは。嫌がってるイメージ今はない。ん？アリサ？別に痛くないあんな。そう。注射は別に痛くないけど、別にね、見てもできるよ。こう見とってもなんか自分ではできそうになってきたもん。それは怖い。誰かやってあげようか。あいつ絶対できると思う。うまいと思う。こうやってただシュッシュッシュってこうアルコールでシュッシュッシュッって拭いて、そう見よったもん。こう斜めに行けばいいんでしょ。あれ絶対できる。ありさも今晩誰か実験台やります。実験台やる。こんばんは。コナンくんがいる。コナンくん、やっほー。1回目より2回目にやつだった。なるほどね、2回やらんといけんのか。後遺症がやばいね。後遺症が24日の公演3列目だった。近い。3列目、3列目。24日は2回公演ありますので、よろしくお願いします。あれはどこに静脈に。なるほどね、静脈どこに打たれる。ここらへん、上らへん。ひとりごとさん、スランプくん、ギフトありがとうございます。半袖着ていくのがいる。なるほどね。パパパラパパ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 パ。うちは作ろうと思うんだけど、めぐみんちゃん、私の嘘。嬉しい、嬉しすぎる。もう作ってくれるだけでもう嬉しいよ。そんにゃの。嬉しい、マジか。絶対可愛いのができるな。楽しみ。こんばんは。配信で最善、配信です。肩の注意し、もう打ったん、もう打ったんですか。10mm し、10mm。 へえ、怖。日帰りなら昼だけ行きます。待ってるー。日帰りはもう大変。鬼助丈夫。今日誕生日おめでとうございます。秋葉パイ、間違えた、秋葉先輩、秋葉先輩お誕生日おめでとうございます。
じゃん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア秋葉先輩、パチ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 。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。ひろたんたんバブルありがとう。ひなとちゃんもうちは作っていつからあるライブ行く。うれしい、うれしい、うれしい。うちは作れるの天才的だね。ありさな、うちはなんか作れないよ。作り方もわかんないんだけどどうやってやるんです。なんかなんのやつか忘れたけど、なんか一回だけさ作ろうとしたことがあってさ、なんかその文字の形にこう切ろうと思ったんよ、シールみたいなやつを。そしたらなんか反対になった。なんか反転してやんって感じやん。貼った時に反対向きになるけ。なのに忘れとってからさ、普通にこうあーとかだったらあーってこうやりよったら、あれ反対、文字が反対のうちはできたことあるよ。秋葉原行ったら挨拶のうちはなかった。ピエン、在庫入荷お願いします在庫補充お願いします。ヤスベさん水鉄砲ありがとうございます。それわかる、嘘、わからんよそんなもん、わからん。こんばんは。破れたから修復したやつ破けたの、あのうちは年季が入ってるな。いいね、歴史が刻まれ、刻まれた。こんばんは。ふーちゃん卒コン、あと当たったからうちは作ってく、イエーイ。嬉しい。下北 FM ね、明日何するんだろう。明日結構長いんですよ、あれ30分ぐらいかと思ったら1時間半ぐらいある見てくださいね皆様、ヨロピク。何するんだよ、緊張。ライトピンク紫だから、せめてうちは振りたいと思って生きてます。あ、でもアリサはあの紫のピンクの違いがようわからんけ大丈夫そう、あれわからんくない、紫とピンク全然見分けはわからん、つかん、これピンクやんと思うもん。いけね、私にはねごまかせれると思うそう、うちはアリサありさーって思ってくれとったよね、わかる。みぬし、うちは帰りわざわざ飛行機で東京行って、マジすげえなそんなことはしてくれたんか。広島見せず、確かに3列目は見えそうだな、破けたところこんばんは。生放送というか、なんだっけ、なんかショールームでも配信されるしてるよみたいな感じだったよね。
ウィンクしていいや、連発ウィンク「こんばんは」メール送った？ありがとう、下北のメール送った、ありがとうございます。いいんだ、チケット買った、マジ？え、なんか書いてあったよね、なんかあったね、なんかめっちゃさ面白かった、直接的な感じじゃなかった、なんか何だっけ、うん、もしよかったらみたいな感じじゃなくても、ぜひぜひご購入お願いしますみたいな感じじゃなかったっけ、面白かったご購入いただけませんかだったもしよかったらみたいな感じかと、感じやん、公開放送の入場、あ、なるほどね、公開放送でやってるなんね、これ、公開でできんからってこと、ご購入よろしくお願いしますめっちゃ面白い、ラストシップ、あーなるほどね、船、なるほど、船最後用うちわか、こんばんは、生電話のしもしもってできるってことすごっ、しもしもこんばんはです、こんばんはです、今日は学校に行きました、ちゃんとここにリボンは外したけど、リボン外したらなんかあれだね、見えん、制服に JK 峰吉、今日は JK 峰吉です、髪の毛熱いけ結んだもん、え、見える見えるんかーい、なんか総合の時間でね、あの社会に出て仕事する上で分かれる4タイプみたいな、わかりますか、そう、仕事する上で人間はなんか4つのタイプに分かれるみたいな感じで、あの猿診断したんですよ、したらめっちゃ当たっとった、めっちゃ当たる猿診断した、そいちろさん可愛い、ありがとうございます、確かに OL みたいに見える、私はオラウータンタイプでしたオラウータン4種類猿がおるんやけど、オラウータン、あれ説明どこ復習してなかったっけな、ありました、一匹狼ですが何か、オラウータンタイプとはあまり他人と関わらず組織の中にあってもどこか一匹狼の職人的ポジションにいるのがオラウータンタイプです、他人からどう評価されるかよりもこれは自分のやるべき仕事かどうかという直感に従って行動する傾向があります、本人の価値観と組織が求めるものがうまく噛み合えばオリジナリティのあるクオリティの高い仕事をこなしますが、うまく噛み合わない場合には誰からも理解されない変な仕事ばかりに手を出しいつの間にか組織からはみ出してしまうことも少なくありませんどういうこと
すごくない？干渉？干渉されるのが嫌いだそうです。オラウータンタイプは他のタイプよりも自分の価値観や感覚へのこだわりが強いために、それを他人に理解してもらうことをどこか諦めてしまっているところがあります。そのため他人とのコミュニケーションの際には、たとえ相手が家族や友人、恋人といった身近な存在であっても、一定の距離感、余地を保つことを大切にします。それは自分の思いや考えが正確に伝わらず間違って解釈されるくらいなら初めから話さない方がマシだと考えてしまうからです。すごいさすごい陰キャのさ診断されたんやけど大丈夫そう？やばいよね。他人と分かち合う楽しい時間が減っても自分の世界を守りたいオラウータンは、他人からは無口で感情表現をしない人だと思われがちです。しかし本当はこの人となら分かり合えると確信すると、誰よりも熱く自分の思いを語り始める情熱を内に秘めているのですだそうですやばいよね。すごいさ陰キャみたいな診断されたけど大丈夫なんかな私って。ね、あったんかあってないんかよう分からんけど、まあここまでではないけど、まあ人見知りよね。人見知りすぎて何自分の考えてることとかをさ人に伝えようとあんましないっていうのは確かにある。やってみて。何だったっけ、類人猿診断、これ見える？類人、人類みたいな、哺乳類の類に人に猿診断って調べたら出てくる一番上のやつをタップして、人間関係がうまくいく類人猿診断っていうのが出てくるんですけど、これを早速診断するってやったらできます。類人猿、あ、猿、猿っていうの、猿猿診断やってみてください。結構当たるよ。アリさんもなんか当たってるか当たってないかよく分からんけど、まあ確かにそういう感じかもしれん。確かに間違ってさ、間違ってなんか人に伝わったらいけんけ、まあそれだったら話さんでいっかみたいな別に喋らんでいっかって思う感じのタイプか、周りから、何だったっけな、周りから何を考えてるかわからないってよく言われるみたいな書いてあった確かに考えてることがわからんみたいな書いてあったな。確かにそれは合ってる、それは合ってるんが。ボノボ？え、ボノボってさ、なんなん？ボノボがわからん、アリサ。ボノボどんなタイプ？めっちゃメンヘラだった。え？どういうこと？めっちゃメンヘラ？どうやったらボノボになるんやろ？どうやったらボノボになる？ボノボ、ボノボ。ボノボ、愛嬌があって互いの気持ちを大切にするボノボ。言い回し、当たり障りのない診断だ。なるほどね。オラウータン、オラウータンの人オラウータンの人、やっぱりオラウータンのオラウータンなんかめっちゃ陰キャじゃない？陰キャ診断、めっちゃ陰キャの人みたいな
コミッションめっちゃね友達おらん人みたいな感じで自分の世界みたいな感じ大丈夫かいの。相手が自分のことをどう思っているのか、ふんふん、自分の気持ちが伝わっているかが気になるらしい。なるほどね。感情豊かな寂しがり屋ボノボ、挨拶したのに返事がない、些細なこと問題が気になって仕方ない。なるほどね、なるほどなるほど、なるほどね。まあ確かに挨拶したね返事がなくても別にそんな気にせんかもしれんそのタイプじゃないな絶対。チンパンジー、チンパンジーはねあれだよ、マネネと一緒ですリーダーシップガツガツグイグイどんどんイケイケゴーゴー系よね。チンパンジーの人はもうすごいリーダーシップを取るタイプ、自分の意見がはっきりしていて合理的で頭の回転が速く、あまり物事を長々と考え込まず即断即決で行動に移しますみたいな、こんなタイプ。アイスも絶対これじゃない、絶対これじゃない。ボノボノボノボは重いかもしれん。ボノボはメンヘラか。メンヘラ、オラウータは陰キャでボノボはメンヘラで。面白すぎるこれ。チンパンジー、チンパンジーの人最強するな。すごいよ、活発的で社交的みたいな。リーダーシップを取って。そのグループとかでも中心となる存在ですね。すごい。アイサはすぐに人に流されるタイプだからそう、自分の意見ははっきりしてないと思う。すぐに人に流されるタイプです。チンパンジーの人はマネネと一緒でママがゴリラだって。え、ゴリラの人おらん？ゴリラだった人な。ボノボっていう猿がよう分からんけどさ、ボノボとオラウータンとチンパンジーとゴリラの4種類に分かれるらしい。人間ゴリラゴリラはママがゴリラだった。ゴリラいやゴリラね強そうだと思うじゃん。でも結構ねあれよ、平和主義みたいな感じだったよ、穏やかな感じ。何、自分が前に行こうともせんし、その逆にそういう人が嫌いみたいな感じだった。行け行けどんどん自分どんどんみたいなそういう人が苦手なみたいな感じだったな。どう、すごいでしょ、私がやったんだよって褒めてほしい確かに面白い。確かにマネネはいつも言ってくる気がする、そういう風にすごいでしょって言ってくる気がする。すごーい調和を保つ、あ、そう平和が一番みたいな、穏やかな毎日が好きみたいな感じだったな、ゴリラは。だけど何だったっけ、社会何だったっけゴリラ出してみる。本来のどれだったっけな、これか。え、なんか
さ選択肢が増えてるんだけど4つしかなかったの。ありさが見た時さ A から D までしかなかったのにお金とか増えてる。え？あった？これ俺がゴリラちょっとバグってるリナちゃんハートありがとう。確かにイツッキーは絶対チンパンジーやな。これ何だったっけな。共感だった気がする。あった出ました。社会のルールは守りましょうあーゴリラタイプは地味で目立たずそれほど存在感はないのにコツコツと着実に仕事をこなしいつの間にか出世をしていたり組織の中で頼られる存在に成長したりするのがゴリラタイプですっていう感じ。敬意に欠ける人、普段は穏やかであまり感情を出さないけどゴリラタイプが怒りを覚えるのは社会のルールを平気で破る人とか怖い怖い。穏やかだけどそういう人にはめちゃめちゃ怒りを見せるらしいので気をつけましょうヒデニャン水鉄砲ありがとうございます。でも確かにこうやって見たらアリサはもうこれでもないしチンパンジーでもないしボノボでもない気がするけど確かにオラウータンやわ。陰キャなんかもしれん。こんばんは。サトシンハートありがとう。ゴリラタイプの前でそうやゴリラタイプの前でもうねえ社会的ルール破ったらもうやばいことになる。その何学校の先生とかがゴリラタイプだったらもう終わったな学校の先生とかゴリラタイプで呼び出しされたらもう終わり人生の終わりじゃん。オラウータしか合ってないよね。意外と合っとるね。なんかそうすごいさちょっとなんか難しくというかそのさすごい個性が現れるように書いてあるけ、まあ、そこまでじゃないけどって感じやけど言ってることは合っとるな。なんかすごいゴリラタイプの生たちの確かに絶対そうね。その中にさ絶対あのオラウータンおらんと思う。生徒指導とかオラウータン陰キャやからそんな陰キャがさ怒らんじゃん自分の考えてることがうまく伝わらんかったらとかさ思いながら怒らんやん。絶対おらんわな面白いボノボ合成してボノボってなんなん。ボノボなんかボノボってなんかお菓子の名前かって感じじゃない可愛い。何が違うんか分からんけどオラウータンとかと可愛い顔見てこれがボノボだって。ボノボやばいって書いてあるけど大丈夫そう。オラウータンオラウータンかわいいじゃん見て。茶色？オラウータンで茶色なんですか陰キャそう。確かに絶対前に出ないでしょこの人陰キャじゃん。オラウータンおもろ。なんか毛が茶色い。オラウータン。これは確実に陰キャやれて。チンパンジー。待って。
この笑い方はまいちゃんだな。チンパンジー。確かにこいつはリーダーシップ取りそうだな。とゴリラか、ゴリラ平和。なんか違いが分からん、ここまで来たら違いが分からんけど、これがゴリラで、確かにこの人は平和主義って感じやな。平和主義です。人生平和が一番みたいな顔だな。確かにオラウータンやな私は。おもろ、オラウータンじゃないな。確かに確かに陰キャではなさそうね、ゴリラ。面白い、猿診断面白かった。こんばんは。やってみてください。 4タイプに分かれるらしい。これをさ、なんか実際にさ、なんか面接か面談とかでなんかやる会社の企業とかあるらしいですよ。そう、すごくない？それでなんかオラウータンが、オラウータンタイプばっかり集まったら、そのオラウータンの考え、陰キャの考えしか出てこないじゃないですか。でオラウータンとチンパンジーとゴリラとこういろんな種類をこう一緒にして、なんかグループを作ったら、いろ、いやこんな考えもある、いやこんな考えもあるってなって、いい会社になるらしい。そう、それでなんかチーム分けするためにやるとこもあるとか言っとった。すごくね、こんなんやらされたらおもろすぎる。君はオラウータンですとか急に言われたら。え、もちろん。面白すぎ。みんなにやってみてください。チンパンジー一番荒ぶってんの？チンパンジーがだってあの社交的、明るくて社交的なリーダーシップタイプなの。チンパンジーが陽キャなんやな。陽キャで、オラウータンが陰キャで、ボノボがメンヘラで、何だっけ、ゴリラはもう平和主義みたいな、もう平和でいきましょうみたいな人。なるほどね、わかりやすいやん。わかりやすいやん。サルハラさ、サルハラ、サルハラスメント。明日ご出演よろしく、楽しみにしてます。え、嬉しい。大倉、大倉ウータンさんからありがとうございます。よろしくお願いします。面白い、陰キャの、陰キャオラウータンタイプやけど大丈夫そう。私大丈夫そうか。大倉、大倉ウータンさん面白い。うちの社長絶対チンパンジーや。やば、突っ切るタイプやないか。まあ社長とか、まあそうやね、チンパンジーじゃけど社長になりたいと思ったよね。そんなあのオラウータンは社長になりたいとか思っとるわ。どうしよう。社長を目指しとったんだった、やばいな。自分一人の会社の社長みたいな感じじゃない？オラウータン。
バーワン。やばいな、向いてないかもしれない社長陰キャやからウータン社長やったわ私。ひなこなんやろね。ひなこは陰キャではない、絶対に絶対に 100% オラウータンではない。メンヘラっぽいな、メンヘラゴリ平和ゴリラでもないな、絶対チンパンジーかボノボやな。陽キャか陽キャかメンヘライン陰キャとメンヘラとアリカン確かにアリサカンパニーで、でもやってみなきゃ。ちゃんといい会社にするためには4種類の猿を集めないとダメだ。陰キャとメンヘラばっかりだったらダメだダメだこんばんは。コミュ力高すぎや、ほんまにな。そうなんですよ、メンヘラボノボ代表ボノボ代表モネチン。オラウータンだけ、オラウータンも大事よ。オラウータンはあれですよ、陰気、ただの陰気じゃなくて、あのちゃんと自分のこだわりが強いというか、すごかった、オリジナリティがあるみたいな、誰とも被らない発想ができるオラウータン、すごいよすごい、だから誰とも被らない発想をしてしまうから、あのみんなに変な感じで思われるだけで独特なんやろね、オラウータン。だからこの自分が考えていることをうまく伝えようとするけど、伝わらんかったら意見聞いて喋らん方がいいわってなって、そうあんまり喋らんくなるだけで考え方はもうすごい、考えオリジナリティに長けてる素晴らしい猿ですよ。こだわりの強いそうそう、そういうことやな。確かにアイスはこだわり強いか分からんけど、思い当たる節があれば本当にこだわり強いかな私は。でも確かに食のこだわりと服のこだわりは強い。あとは分からんあとは何もないあとは何もないな。サラダのドレッシングはとか確かに野菜でさ、なんかあのランチとかでついてくる野菜でそうランチとかでこうついてくる野菜でなんかあの見栄えよくしようとか思って、トマトとかパプリカとかなんか紫のやつとかなんかいろいろおしゃれにこう乗っとる野菜はあんまり好きじゃないんです。ただのもうシンプルキャベツのみっていうのが好きだからね、こだわり、確かにこだわり強いんかもしれん。むじろー18は8想像力どうなった面白すぎるんだけど、やっぱりかオラウータンで間違いないな、こっちって。マジか、なんか書いてある文章が難しすぎてさ、読んだ時はさ、は絶対違うわとか思ったけど、いや合っとるね合っとるわ。単品数キャベツのみ、キャベツのみの質素な飾られてない、そういろんな玉ねぎぐらいだったらまあいいけど、まあ、同じ色じゃけさ別に映えんじゃんキャベツと玉ねぎぐらいだったらまあいいけど、トマトとかコーンとかもあんまりいらん、そう見た目良くなるけど
シンプルイズベスト。そう、シンプルイズベスト。メニュー通り、マニュアル通り、マニュアル通りの料理が一番だよ。そう、それになんか加えてみよう、いろんな想像力、発想豊かにさせてからいろいろ加えてみようとかやったらもう失敗する、失敗するから。そう、レタスにプチトマト、シーチキン、シーチキン。あれさ、サラダは、サラダのおすすめは加えるとしたらあのゆで卵、キャベツにゆで卵が一番おいしい。これはガチ、やったことある？キャベツにゆで卵と、うーん、ハムとかもおいしいよ。ハム、ゆで卵とソーセージとか、ゆで卵とハム、ハムとか、そう、その組み合わせが美味しいかな。スクランブルエッグでもいいや。キャベツにスクランブルエッグ乗せてごまどれかけて、たら美味しい。なんちゃん、コマありがとうございます。シーザーサラダね。シーザーサラダってさ、なんかさ、なんか濃厚な味するじゃん。味は別にいいんですけど、シーザードレッシングとか別に好きだけど、なんかさ、すごい粉チーズの匂いせん？あれがなんかあんまり好きじゃないんだよね。なんか濃厚みたいな、チー、粉チーみたいなさ、伝われ。そう、あれが好きだ好きだって人もいるけどさ、シーザードレッシングは別に悪くない。シーザードレッシングの味は別に悪くないんですけど、なんかあの粉チーズの独特な匂いというかさ、あれがなんか好きじゃない。そのカリカリのさ、クッキーみたいなのが乗っとるのとか好きだけど。そう、カリカリクッキーが乗っとる気でシーザーサラダ頼んでしまうのはあるんですけどね、食べたら美味しい、わかる。匂いがあれやね、どうにかならんのかな、匂い。ゆうきくん、なるもありがとう。あれクルトンって言うん？そうなん。あれクルトンって言うんですか？知らんやった。クルトンってさ、なんか聞いただけだったらさ、なんかあの三角のさ、なんかとんがりコーンみたいなイメージさえけど。クルトン、あのクッキーみたいなクルトンってんや。なるほどね。あ、ポタージュにも入る。そう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 、あれもバリュー美味しい、バリバリ美味しい。コロロン。コロロンは違うお菓子じゃねえか。こんばんは。え、辛ラーメン、辛ラーメンほんまに辛かったよ。辛いのね、辛いのね、これも多分あのアホなんだと思うんですけど、ただの辛いのは苦手なんですよ。辛いのは苦手なんですけど、食べなんか挑戦したくなる。わかる。辛いってなるのは分かっとるよ。辛いのも分かっとるし、辛いぞって思いながらなんか食べたいぞってなる。そう、辛いの嫌いだぜ、食べたいぜってなるんよ。挑戦心よね、挑戦心。頭おかしいんやろね、多分。辛いのはね、やっぱり。でもね、あのね、辛ラーメンはね、辛いんじゃない、なんかしびれるんよ。わかります？しびれるのが嫌い。山椒なんなんやろね、山椒なんやかな、よくわからんけど、あの
汁なし担々麺もそうなんですけど、汁なし担々麺はまだあのうまさみたいな、うまみみたいな、あれコク語りよるコクみたいなのあるじゃないですか。でも辛ラーメンはね、そうもう痛いんよ、ピリピリしびれてからね、もう味も何もわからん、わからんくない、わからんけど食べよんよ、もうもう一口目二口目ぐらいでね、もうしびれ出してからね、もうわからんのにね、味わからんのに食べよると思うわみんな。そうやばい、このしびれがやみつきになるみたいな感じで多分好きなんだと思う。あれ味わからんけ、辛ラーメン蒙古タンメン旨味あるよ、なるほどね、旨味があった方がいい、味わからんもんだってしびれすぎてありゃダメじゃん。そう、しびれしびれる系辛さはダメよ、ちゃんと味はわからんと、その商品の味を伝えなちゃんと麺とスープとねの具材のうまみを伝えないかんのに、全部しびれでもうどっかやっとるピーンってダメじゃありゃ。そう、辛い中にもちゃんとあのその味が分かるというか美味しさがないとねダメやで。辛さを楽しい多分ね、辛ラーメン名前は美味しそうだけどね、ただもうただしびれるだけよ、しびれビリビリラーメンとかにした方がいいんじゃない辛ラーメンじゃないあれ、ビリビリラーメンよ。そうし、辛い辛いの一文字だけじゃ表せないぐらいやばかったよ、うん、カレーね、カレーは全然食べれる、カレーは全然いけるよ、辛ある程度辛くても、あと何がいけるかな、辛いもの配信で食べる機会やろっかな、ちょっと辛いやつに挑戦する配信やろ、うん、蒙古タンメンとかでも怖いよね、あれ見た目がもう怖い、怖すぎ。ニャンニョムチキンとかそういう系の辛さは好きよ、甘辛？うーん、なんでしょうね、甘辛。あ、ペヤングね、そっち系もいいね、しびれる辛さじゃない系のやつを試したい、しびれるの嫌いピリピリするの嫌い、しびれん辛さ系がいいな、わさびとかそっち系も嫌いなんですよ、そうじゃないよそうじゃない、鷹の爪とかだったらいける、そうリュウジレシピでさ、よく鷹の爪使うじゃないですか、鷹の爪とニンニクは絶対使うやん、だからなんか鷹の爪系の辛さはいける、キムチもいける、キムチもいける激辛ペヤングとかやな、確かにちょっと取り寄せてこようかなお取り寄せ激辛ペヤング配信、これだったらあれだよね、あの辛さをうまく伝えれるか分からんけど、みんなも見ながら食べた方がいいよねそう、みんなも見ながら一緒の味をこう楽しんだ方が、そう、わさびやばいよあれ、わさびやばいって、わさびあの瀬戸チャレで食べたもん、見ました、見てくれた、あの頑張ったのでもさあれさ、放送された、いつされたんだろう、あのひなちゃんとさ瀬戸チャレのプチチャレに出たんですけど、
瀬戸チャレのプチチャレの番組に出たんですけど、あのクイズでさ塾の先生から教えてもらうみたいな、あのクイズの次にやった企画ってもう流れた見ましたか？あれいつ放送されたん？さすがにもう流れたよね。うん、待ち棒じゃなくて塾の先生に教わってなんか脳トレみたいなやつを5問やった後に、そうめっちゃ体張ったやつをやったんですけど、それって流れた？流れてないっぽい。いつ流れるん？え、まだなんかな。あれマジでやばかった、あれマジでやばかったですよ。わさび、そう大量わさび、アリサとひなちゃんが犠牲になったけど、ね、やばくない？いじめじゃない？アリサとひなちゃんですよ。だってもうねえアリサとひなちゃんですよ。アリサは分からんけどひな様ですよ、岩田のひな様。もうそんな体張らしたらいけん、体張らしてはいけないメンバーじゃないです、ナンバーワンぐらいじゃないですかそれともアリサのセットなのにさ、こんなにもう平和に平和に生きさせてくれっていうメンバーなのにさ体張らされたあの企画、こんばんはでも面白かった、面白かったねんか勉強になったんですよ。あのわさびのツーンってやつあるじゃん、ツーンみたいな、いや顔にわさびは塗ってない、誰誰言ったの、顔にわさびは塗ってないよ。大量にあのべっちょりバラエティレベルの何お寿司あるやん、お寿司、お寿司になんかもうべっちょりお寿司のご飯と同じぐらいあるんじゃないかってぐらい、このご飯とわさび同じぐらいじゃねってぐらいのわさびが塗られたお寿司を食べたわけですよ。ただあのわさびの、わさびのあの罰ゲームとかじゃなくて、あの企画よ、検証検証、わさびのツーンっていうやつあるやん、あれをそのわさび食べた後にあるものを食べたらそのツーンっていうやつがなくなるみたいな、な和らぐみたいなそれはさて何を食べたらなは和らぐでしょうかっていうのを検証した企画をやったわけで、そうめっちゃでもあれはやばかった、あれはやばかったよ。そうなんかわさび、わさび成分、そのわさびのこのなんだかピリピリツンツン成分をこう打ち消してくれる、上からマイルドにしてくれるみたいな、打ち消してくれる成分が入ってる食べ物を後で駆け込んだらそのなくなるの、ツーンっていうの、そうそうそう、それを検証したっていう企画なんです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。いやほんまにすごかった、あれはほんまになくなったよ、なくなったなくなったでもその後もう何ずっとあの口の中のツーンはなくなってるけども、ずっと胃の中にもう変な変なわさびがおるんよずっと胃の中に変なわさびがおって、もうその時その日はもう一日中やばかった、もうあーって感じだったわさびのせいで。アリサは体張ったのに、それだ久しぶりにやったよね、そういうの、体張り張りマン。こんばんは、全然最近体張ってないけど、体張りたくもないけど平和に生きたよね。そう、あの企画考える人がゴリラタイプだったらあの平和な企画なんですけど、そ
企画考える人が誰やろね。メンヘラやな。ボノボ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 タイプだったら絶対そういうこと考えるんじゃ痛めつけてやろうみたいな。チンパンジーは別にそんなこと思わんやね。ボノボじゃろ絶対ボノボボノボの人は絶対そういうこと考えるわ。うん、ジェットコースター乗るのは体張ってる。確かにね。え、ジェットコースター全然行くの。アリサそういうのやりたいもんそう、それさ、絶叫系、絶叫系を伝えるやつやりたいもん。でもさ、その伝えるというかさ、そのロケとかで行ったらさあんま楽しめんのかもしれんけど、プライベートで行く系なんか楽しいみたいな感じかもしれんけどさ、でもやりたい、そういうの好きやっけ絶叫系は好きよ。でもさ、あの乗るときにビビるけどね。いや好きよとか言ってから乗る前にちょっとビビるけど、マジかビビるけど、あれ終わった後の解放感っていうかね、やりきった感がすごいいいよね。チンパンジーは自分から忘れる確かにやりそう。うーん、私のこと嫌われてないかなって思うの。思う、え、絶対ね違うよ、ボノボよ絶対だってゴリラは絶対考えんもん、平和主義やから。そう、分からないね、悪いゴリラがおるかもしれんけどね。ボノボよ絶対だってさ、あの企画考えましたってこういかんじゃん。企画考えましたってこうで自分から出た出に行ったら、あの僕が企画考えましたって言ったらその人が嫌われるじゃん絶対 100% 恨まれるじゃん。でもあの名前出さんくていい、俺が考えたとか言わんくていいから、そう絶対あの裏でめっちゃ本当のタイプじゃない絶対そうだ、ボノボだ面白い、これは面白い。猿診断面白すぎる猿診断面白すぎんか魅力の里、魅力の里ね、魅力の里はね、あのめっちゃ1個だけ怖そうなやつがあってさ、あのこう2個クレーンみたいなのがあって、こう360度こうクーッこう回るやつがあったんですよ。そう、あれがめっちゃ怖、一番怖そうだったのに乗れんかった。あれ悲しい、悲しい。まるこちゃんバブルありがとうございます。ジャイアントハンマーって言うんだっけあれ。そう、この360度なんか2つがこう回り合うやつ、あれめっちゃ乗りたかったのに乗れんかったんよ、悲しい悲しい。オラウタン、インケが考える、オラウタンが考えるんかな。そうか、一人で言うだけ確かにそうかもしれんね。じゃあオラウータンが考えたやつをオラウータンが食らったんか一番最悪やん、同じ猿にやられたってこと。それは悔しすぎるそれは結構リアルに悔しいな スチューデンツで魅力の里行けたのは面白い、最高でした。ね、ワシルザンとか行きたい、もう一回。ワシルザンはさ、あの岡山の番組で
さっきとマジでマジでバンジーだけのために行ったんですよそうマジでバンジー飛ぶだけのために一回ロケで鷲津さん行ってって感じだった。でもプライベートで楽しかったけプライベートでパパと行ったまさかのまさかのパパと2人だけでプライベートで行ったことあるけど、その時はなんか風が強くて強風すぎてバンジーはできなかったんですよ。そうだからパパに飛ばすことはできんかったけど、他のジェットコースターとか乗った。いやー、あの自転車やばいよね。あの自転車マジでやばいよ。あの自転車マジで一人で 乗ったらやばい。一人でさ乗ってさ、こう真ん中でさ、もう足が動かんくなったらさ、もうチーアイ終了でーすって感じ速度暮らさんといけんくなる。マジでやばい、あれはマジでやばい。あれはもう心臓もぎ取られる心臓がどっか行っちゃうやすちゃんハートありがとうございます。いや、あれマジでやばいでも怖いけ怖いけ、はあ、どん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 ってこう足を回すことなんかできんけね、怖すぎて。そうそう、怖いやけ早く進めばいいじゃんって思うじゃん。あ、マジでやばいよ。あそこまでね、あの連れて行かれたらね、もう足が動かんくなるけど、ほんのにやばい、ガチでやばい。バンボ押されて後ろから、なるほどね。それはやばいな。隣の人に声でもらう、そう、それが一番、それが一番。一人で乗ったらいかん、あれ絶対に。心理テスト面白い。心理テスト好きよ。見てください、アリコン絞りましたそう、これめっちゃ頑張って、めっちゃ頑張って、ごめんって声やりながらNMB さんと HKT さん、SKE さん、NGT さんから5曲ずつ出してきた。あとは AKB さんやな。今日は AKB さんの出して、 STU のはさ、どうしたらいいんだ。 STU のさ曲はさ、何がありましたっけ。 AKB さんのはもういっぱい出てるからこれから絞ればいいだけなんですけど、 STU のは何があったっけまあ表題曲はあるか、1枚目から6枚目まで表題曲はあるけど、夢力とかはないよね。サングラスデイズとかやりたいけど、もちろんないよね。にゃけびうにゃにゃにゃ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 、いいね。プリング入ってないよね。表題、それな、表題以外で行きたいけどないよ曲が何が入っているんだ。春夏秋冬とか歌ったことないけどやってみたいけど。春夏秋冬過ぎてゆくよーとか、ボクボクとかね。 ST の曲が一番難しい。ペダルは入ってた。これだったらジョイサウンドとかやったらあるのかな。これはダムだから、このショールームはまあ参考になるか分からんけどね。瀬戸内の声とかなら入ってるわ。思い出せてよかったも入ってる、謎に。ペダル、誰かが好きだと言ってくれる日まで片思いの入り口とかなら入ってる。
謎にね。サングラステーとか入れてほしいよね。これは見に行った方がいいね、カラオケに。見に行ったんがいいわ。もしあのカラオケ行く機会はもしあればさ会社の人とかとかカラオケに行く機会があればさ、 ST48 って調べて、あのなんか STU の入ってた曲をさ写真撮ってさ、あげてくれませんもしあればですよ、カラオケに行く機会があれば。で、私はカラオケに行ったら見てみよう。カラオケもしもしですよ、行く機会があればちょっとあの写真撮ってくれませんかこの曲ダムにはこの曲が入ってたみたいな頼みますね。サングラステイツ TikTok でミチあげてたよね。サングラステイツどうやったらバズらせれるんやろ。サングラスチャレンジとかやったらいいのにね。なんか考えたらいいの、サングラスステイズのサングラスチャレンジみたいな、ね、あったよね前、ギャーンみたいなサングラスチャレンジSTU48 のやつが一番難しそうですね。でもこっから5曲ずつ出たら、あとは今日 AKB さんのやつを絞ります、頑張って。そしたらあの派生ユニットとかソロ曲とか、みるるんさんのソロ曲とかやりたいなと思って。さやねんさんのもいいし、ソロ曲とかあのノットイエットさんとかノースリーブスさんとか、あのなんだっけ、派生ユニットさんからユニ曲をこう入れて48曲に最終的にできたら、あとはもうな順番やな、順番を考えてみたいな。そしたら完璧や。歌ってみて違うなってなって変わるってこともあるけね、早めに決めとかないいかん。あ、夏曲、あ、そう、夏曲も入れないといけない。ドリアン少年とか、このグループごとに5曲出した中にはあんまり夏曲が入ってないから、そう、夏曲を入れて派生ユニット、ソロ曲、夏曲合わせて18曲ぐらい選んで、もう生意気リップスとか、そうソロ曲とか1個出して、もう3曲はあるんですよ。15曲ぐらいやな。ふうさんハートありがとうございます。いい感じじゃない、すごいいい感じの計算じゃない自分で言う、すごいいい感じの計算やと私は思います。早めに作ってちゃんと練習してみたいな、練習して、あ、歌ってみてこれ違うなって思ったら変えないかんし、早めに作らないとねダメですね。出会いの続きとかねやりたい。新しい曲ばっかり入れても覚えるのに時間がかかりすぎるけ、新しい曲は結構だいぶこの5曲の中に入れたから、あとはもう歌ったことあるようなエモい曲を入れてって感じですね。そうですね、派生曲と謎曲の募集をしますいいね、すごいすごいいい企画じゃないですかこれいいですね、楽しみ。私はパフェを頼むのが楽しみ4時間もあるから24曲かな、24曲だったらパフェ食べる楽
しみ。こんばんは。段取りよくだ。イエーイ。段取り。段取り大事。段取り大事。段取り大事。そう、カラオケのパフェ絶対美味しくない？カラオケのパフェと、うーん、ポテト、パーティーセットみたいな、ポテトとかのパーティーセットみたいな頼んで、そう、食べながらやるっていう、もうゆる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 企画よ。やけ、そう、公演とかじゃなくて、アリコン、今までのアリコンはなんか公演みたいな、ソロ公演みたいな感じだったけど、もうそんなんじゃなくて、祭り、お祭りみたいな感じ、なんでもいいよ。そう、食べ物も頼んで、飲み物も飲んで、あ、飲み物はまあ飲んどったけどみたいなね。いいね、いいね、楽しみ。その前、あと6分、早早。カラオケの唐揚げ美味しい、絶対美味しいよね。だってもうメニュー表見るからに美味しいもん。わっしょい。では6分前のね、ランキングを読みたいと思います。13位いつきくん、12位かんちゃん、11位しおこうじさん、10位ひでさん、9位ひとりごとさん、8位ゆっちゃん、7位サイドケイさん、6位せいがくん、5位なんちゃん、4位ビッグウェブさん、3位ひげのまささん、2位そういちろうさん、1位はドゥルルルッドゥルルルッドゥルルルッデーン。安部さん、ありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 。本日も配信を見てくださいましてありがとうございます。しかも今日が終わりましたね。やっとこさ4連休ですよ。もう夏休み、夏休みなんじゃない？やったぜ。夏休みなんじゃない？ 4 連休です。わっしゃい。明日はあのラジオがあるので見てください。皆さん金曜日はお休み、私は何もない。わっしゃい。明日はラジオがあります。FM、 あ、 FM 何だったっけ、ちょっと忘れちゃった。そう、さっきあのオラウ、大久保オラウータンさん見に来てくださったラジオがあるので、あのねショールームでね見れるんですよ。ショールームで見れるんですよ、というか公開ラジオ、声だけじゃなくてなんか公開収録みたいな感じでショールームで配信しながらみたいな。あ、でもありさのこの配信じゃないけど、それ用の配信かな、配信アカウントでやるので、はい、ショールームで見れるラジオみたいなですね。なので見れると思いますので、よかったら見てください。そう、ひなことなんですよ。でもびっくりした。なんかもうよくわからんくてなんか見てたら、なんか22日のありさがやるよって聞いた時間と同じ時間になんかひなこが出るみたいな書いてあって、ん？でどういうこと？ってなって、ひなこに LINE したら出るよって、一緒に出るんだよって言ってて、マジかって感じになって、超嬉しいです。大倉大倉うーたんさんいた、嬉しい、ありがとうございます。そう、でもな、久しぶりすぎてさ、そう、ひな、みおよろ回したけど久しぶりすぎて会うの、会ってもないしね、全然
久しぶりすぎてあのコミショ発揮するかもしれないけど久しぶりすぎてコミショ発揮したらやばい、どうしよう。頑張ります、頑張ります。コミ力お化けやから大丈夫。それでは明日、また明日お会いしましょう。お会いしましょう。生電話へのご参加もだそうです。皆さんチケット購入したらいいんかな。ラジオ、うん、何だっけ、お便りも送ってください。よろしくお願いします。また明日、ありがとうございました。また明日ね。おやすみ、ミンゼミ。明日は海の日ですよ、明日は。明日は海の日です。イエイ、 STU の日です。以上、それだけでした。おやすみなさい。バイバイ。また明日。朝配信します。バイバイ。